新さんマニア TV よろしくね。新さん新さん。はい、新さんマニア TV をご覧の皆さん、こんにちは、しんです。今日買ってきたものはこちらでございます。じゃん、グリコでございます。ドラえもんとグリコ、スタンドバイミードラえもん 3D が何かコラボになってるみたいですね。ちょっと開けてみますか。こういう感じになってて、でまあキャラメルはいつものように、今こんな感じでキャラメルが入ってるんですね。意外でした。こういう感じのキャラメルが4つ入ってますね。1粒 300m なので4つで、1200m、 1.2km 走れるという感じですね。美味しくて強くなるグリコでございます。ケースがこういう感じになってますね。面白いですね。で横もこういう感じで少しあって、こうやってで、何かアプリの説明が書かれてるんで何かができるんでしょう。スタンドバイミードラえもん 3DCG と書いてます。スマホをここにかざしてくださいとあるので、これをかざすと何かができるのかもしれないですね。まあ中を開けてみますか。中に入っているのは全5種類で、いつものこの5人組の何かが入っているということでございます。まあ、できるだけドラえもん欲しいですよね。ちょっと開けてみますか。ジャンブータ何たくんですね。ドラえもん、ドラえもん、ジャイアンがいじめるんだ。はい、では早速アプリの方もチェックしてみますか。こういうアプリを、まあ、インストールする必要があるってことですね。遊び方とかいろいろあるんですが、まあ、AR スタートでいいんでしょうかね。 AR スタート、はい、で AR マーカーにカメラをかざしてくださいとあるので、このマーカーをカメラにかざせばいいんですかね。かざした後何か押すのかな、全くわかんねえ。反応しない。マーカーを認識すると 3D やジオラマがスタートしますと書いてあるんですがね。まあとりあえずもう一回やってみましょう。 AR スタート、ずれてるんですか。あ、出てきた、やっと出てきた。何もないですね。これをかざすと、こういう感じで空き地が出てきます。なので先ほどのこれを乗っけた上で、始まっている、何か始まっているが見えづらい、見えづらい。チャンネル登録は下の登録ボタンから簡単に行えます。ぜひチャンネル登録お願いします。イノさん、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。皆さん、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録お願いします。